うーんと、GHQ があ、その日本が第二次世界大戦で負けた時に、GHQ があの大麻取締法というのを作れって言われて作ったんですけど、実はそれまで日本って大麻合法だったんですよ。なので、あの第二次世界大戦の前とかは別に大麻吸ってもいいし、育ててもいいしっていうので、で、まああの日本中で大麻っていう地名のところがあったりとか、あとそもそもあの神社のあのこう綱が、あれが麻で編まれてるんですよ。 で、あの、まあ、その、縄文時代とかって、その、日本人って朝布を着てましたよね、みたいな社会の時間であったと思うんですけど、なので、その朝というものが日本中いろんなところにで育っていて、で、その繊維を使っていて、で、それで服を着たりとか、神社のその中に縄を作ったり、締め縄を作ったりとかっていうので、割と日本の文化の中にはもともとずっと朝というのはあったんですよ。で、ただ、あの、あんまりその、日本人って、その、酒大量に飲んだりとか、 その朝吸いまくってトリップしたりとか、もともとあんまりやらない文化圏の人たちなんですよね。なので、別にあのまあ合法だったんですけど、朝吸いまくって大変なことになったみたいなのが社会問題になることもなく、あ何の問題もなかったんですけど、ああアメリカが日本を占領したときに、アメリカの方ではタイマー、マリファナが問題になってますっていうので、いやいや、日本もマリファナ制限すべきでしょうみたいなので、とりあえずマリファナ制限する法律作るわっていうので作ることになったっていうので。 ので、なんで違法なんですかっていうので、まあ一応そのぐらで違法なんですけど、じゃあなぜ今違法なのかって考えると、もともとそのアメリカの人たちが、マッカーサーとかが、じゃあタ大麻取締法というのを日本に作れって言ったものの、アメリカ今タイマほぼ合法なんですよね。あの一応その各州で、まあ例えばそのネバダ州とかカリフォルニア州とかワシントン州とかコロラド州とかっても合法ですっていうふうに言ってるんですけど、 で、あの、一応ただ、アメリカの場合、連邦法というのがあって、連邦法においては違法という形になってたんですけど、2年前ぐらいかな、あの、バイデン大統領が、連邦法で、そのアメリカ人を捕まえて刑務所に入れとくのは間違いでしたと。なので、釈放しますって言って、基本的にはもうマリファナを個人が利用する分には捕まらないという状況になってるんですアメリカは。 まあ、ただ、それは、あの、なんか、裏で売買してる人とか捕まえますよとかってあるんで、まあ、ただもう、ほぼ、裏で、あの、大金使って売買してる人ってほぼいなくて、まあ、結局、あの、今、オンラインでも買えるんですよ、マリファナを。アメリカの場合は。なので、別になんか、違法な手段で、なんかその、マフィアとかみたいな人にお金払わなくても、別に普通に合法に買えるし、別になんかいい、 泥っていう状態になってるっていう謎の状態です。